放送中にごめんなさい。今60歳の旦那が奈良ちゃんのことをベタ褒めでした。どうしても伝えろというので DM から失礼します。奈良ちゃんの声のトーン、間の取り方がラジオを聞いてるみたいで癒されると、いつもツイキャスを聞き始めるとうるさいという旦那がすごく褒めていたので伝えたいと思いました。これからも応援していますということでね、ありがとうございます。これがリアルの声ですね。で、60歳の旦那ってすごいよね。だそういう、なんつうのかな、高齢の方でも聞きやすい放送ってことなのかな。確かに、うるさい枠とかあるよね。そう、わざと私はゆっくり、一つ一つをね、皆様に伝えるためにゆっくり喋ってる。あとは、普段はもっと、早口なんね、私ね。実際。リアルだと。だから、普通の喋り方の、まあ、ちょっと、ゆっくり話してる、こうね。こういう風に。調子ついてきた。ビートに乗せるとやばいよ。めちゃくちゃ早口できるからね、私ね。めちゃくちゃ遅くできるけど、と早くできるから、だんだん早くなる。もっと早くなる。ねえ、60歳とかこういうの頃に、そろり、道を歩いていると、遠くに、予期知れぬ女が立っていた。うまいしよ。早いビートはどんな感じ？あのね、みんなさんがおはようございます。今日ね、みんなに会えてよかった。すごい楽しいってね、今日は何やろうかなってね、このまんまね、ちょっと天気いいからね、外出てね、いっぱい遊んじゃおうかなと思ってるんだよねってね、今日ね、お腹空いちゃってね、喉乾いちゃったからちょっと飲んじゃおうかなって、チュルチュルチュルって、チュルチュルみちるみちる、おいしい、ぴょんみたいな。ねえ、これをやると、頭ね、血管切れちゃうね。こういうテンションでやるとね、1時間30分しか持たないかも、ね、みんなもう疲れるでしょ、こんな感じだったんだよ。普通153の100万もなく